はい、こんにちは。今回はダウンの応酬の末 KO 決着の試合を紹介いたします。元 WBA 世界バンタム級王者のルイスト小泉はジョー小泉さんとマネジメント契約を結び、日本の初試合でタイ人の新縫山木と戦い、初回いきなりダウンを奪いました。中盤35勝 34KO の新縫山木のパンチが火を吹き、第4ラウンドと第5ラウンドに強打を炸裂させダウンを奪い返しました。しかし経験と自力に勝るルイストは第8ラウンドに世界バンタム級王座陥落後に受けた不遇のマッチメイクの嘘を晴らすがごとく重い連打を振るって立て続けにダウンを奪いました。そして最後はコーナーに詰めてヒットマンハンズの連打のように13連発もの強打を炸裂させたところでレフリーが試合を終焉させました。小林選手は精密機械沼田選手から奪取した WBA 世界スーパーライト級王座の7度目の防衛戦にベネズエラからやってきたアルフレッド・マルカーノを迎えました。小林選手はこの試合が74戦目で、経験とテクニックのある技巧派ボクサーでカウンターを得意とした攻防一体のボクシングを披露し、この試合も優位に展開し、第9ラウンドには猛打を振るい、一方的に打ちまくった時、レフリーがロープダウンを取りました。しかし、小林選手は追撃をしている最中、右アッパーをカウンターでもらい、ダウンを奪い返されました。続く第10ラウンド、ダメージが残る小林選手は強いパンチを続けて被弾し、強烈な右フックをもらってダウンを喫しました。起き上がった小林選手はなおも被弾しますが、世界王者の意地のせいか連打を浴びても倒れませんが、20発近い連打を浴びて前に崩れました。小林選手は執念で立ち上がり、本能で戦い続けましたが、おそらく脳震盪を起こした状態で戦っているので、足が言うことを聞かず崩れ、中村会長がタオルを投入し、試合を終焉させました。デビューから5戦目で WBO 世界ミニマム級王座を奪取した田中康生選手は、初防衛戦でアマチュア戦績500戦以上の経験を持つビッグサルダールを迎えました。サルダールはここまで11勝9 KO 1敗の強打者で、リーチを生かし田中選手が届かない距離から鋭い左ジャブと右ストレートでペースを握りました。田中選手は入ろうとしますが、サルダールのパンチが強く、何度か防戦一方になり、サルダールがポイントを重ねていきました。迎えた第5ラウンド、田中選手はボディ攻撃で活路を見出そうと試みますが、サルダールの右クロスでダウンを喫しました。
プロキャリア初のダウンを喫した田中選手はサルダールの猛攻をしのぎ、続く第6ラウンドにこれまでのラウンドとは違い距離を潰すことに成功し、猛反撃を敢行し、右アッパーから左ボディーブローを決めてダウンを奪い返しました。当時無名でした西条選手は海外遠征を行っておりました。海外遠征の最後の試合で WBA 世界フェザー級王者ラウル・ロハスに挑戦します。西条選手は15回判定で勝利し、日本人ボクサーとして初めて海外で王座を獲得し、無名ボクサーから一躍時の人となり、シンデレラボーイと呼ばれたのです。日本中の注目を集めた凱旋試合をノンタイトル戦ながらフィリピン王者のフラッシュ・ベサンデと戦います。幸先の良いスタートを切った西条選手ですが、2ラウンドからベサンデのサウスポーからの思い切りの良い攻撃をもらい、何度もダウンを喫します。勢いに乗るベサンデは左をブンブン振り回し、4ラウンドにも強烈にヒットさせます。7ラウンドもベサンデが猛打を振るってきます。そして今度は右フックをもらい、西条選手はまたもや崩れます。4度もダウンを喫し、ピンチの連続だった西条選手ですが、8ラウンドに入るとタイミングのいい強烈な右をヒットさせます。反撃ののろしを上げた西条選手は得意の連打を畳みかけ、さらにダウンを奪います。このラウンド2度のダウンを奪った西条選手はスピードのある連打でこの戦いに終止符を打ちます。WBC 世界王者の三浦選手に、オリンピックにメキシコ代表で出場した23戦無敗のバルガスが挑戦しました。31歳の三浦選手はこれまでの世界戦で4人のメキシカンを退けていますが、その4人よりもバルガスは最も実力のある選手だということで、賭け率は挑戦者のバルガスが優位だったのです。序盤は劣勢だった三浦選手は4ラウンドに攻勢に出て、左ストレートを真ん中から打ち抜くのです。ボンバーレフトで試合をひっくり返した三浦選手は破壊力のあるパンチでバルガスの体力を削っていきます。しかしバルガスは勇敢なメキシカンボクサーです。
一発のパンチ力は三浦選手に劣りますが、意地と意地のぶつかり合いでは引きません。逆転のダウンを奪ったバルガスは、三浦選手に回復の時間を与えないために猛然とアタックします。